今回の代表戦は木曜じゃなくて金曜なんだね。リアルで見れて嬉しいよ。ジュゴンです。週間 FP ランキング紹介していきます。まずはチャンピオンズの方から紹介していきます。こっちはまた無料券はないのかしら。メンバーこんな感じ。今回リーグのガチャも来てるけど、豪華さなら私はこっちだと思った。ブースターついた3人はもちろんレオン来ましたね。あとはセンターバック陣も安定してるし、あまり来ていないような選手も入ってきてて、バラエティに富んだガチャと言えるかもね。リーグの方はリーグの方で良さはあるんですが、豪華さならこっちかなって感じです。推しクラブ、推し選手がいる方をね、引いていただければいいかなとは思います。今回ランキング紹介するので、あなたの当てた選手何位だったかぜひチェックしてください。毎週やってますので、ぜひチャンネル登録、高評価もお忘れなく。ではランキング。第11位、ハンス・ファナケン。ファナケンはもともと2列目からの飛び出しなんだけど、今回初週間でチャンメにされました。195センチチャンメ。ただ CMF とかもできるから、まあ、守備も貢献するチャンメとしては悪くない性能かもしんないね。でかくて足長く。ディフェンスの数値とかも結構高めだから、ボール刈り取りとかはできるかも。逆足もうまいね。ただ絶望的なスピード瞬発75の中盤。あんまりいないタイプ。195センチあるんですが、ジャンプ70なんだよね。もうちょっと競り合い強いと、なお良かったかなって感じ。スキルも大した変化じゃなかった。第11位、初 FP、セルティックからキュン。キュンはできるポジションが結構限られるんですけど、一応センターフォワードも空いてるし、起用で困ることはまあないかな。左利きのウィンガー。テクニック周り、スピード瞬発、アタッカーらしい能力は持っている、そんなタイプの選手。ただまあガチ使って感じよりも、選手好きなら使うみたいなイメージ。もともとスキル2個なんですが、エラシコ足裏、追加されて特殊ダブルタッチも可能になったし、コンカミドル、ワンシュー、かなりシュートスキルが豊富になってる。第9位、ビセク。もともとオーバーラップだけど今回ハードプレス。196センチのセンターバック。ガツガツ感とか期待できるし、スピードもあってフィジもあって、まあ、守備能力もまあ最低限というところかな。波普通なんで常時スカットに入れられるかはちょっと不安だけど、こういうでかい選手をねうまく扱えるディフェンダーはでかいこそ正義だと思う方はいいかもしれない。ちょっと足元が不安かな。ボールを取り返した後、その後の処理はユーザー側に求められてしまいます。スキルはしっかりと追加されて4つ、守備系中心にしっかりとついたんでこの辺はいいね。第8位、マルク・ティルマ。187センチのボックス2ボックス。もともとは2列目の選手だね。バランスのいいボックス2ボックスの誕生で、まあ、守備、フィジカル、スピード、足元、パス、決定力もまあ割とあるタイプ。非常にバランスのいいタイプと言えそうだね。特にペースベイで調子が安定しやすく、ライブアップデータが乗りやすいので、まあ、その辺は評価できる点だと思う。できる範囲も結構広いんだね。しっかりとスキルも揃ってて、ワンシュー、ワンパー、チェイシング、インターセプト。まあ欲を言えばもうちょっと欲しいスキルはあるけど、まあ要所は抑えられてるね。第7位、スポルティングからギョケレッシュ。昨日予告されていた選手。ラインブレーカーのまま登場し、しっかりと能力が上昇。187センチ、恵まれた体格と、あとはジャンプの数値とか、フィジカルの数値とか、しっかり高いんで、空中戦の、その辺のターゲットとしてもいいかもね。スピード、足元、決定力、この辺も最低限の数値は持ってます。まあ、パスの数値もうちょっと上がるような育成も今後見てみたいですけどね。スキルで言うと残念なことにダブルタッチはつきませんでしたが、一応コンカとエアバとアウトスピンがついているようです。スキル変更は悪くないんだけどね、もう一歩期待してしまった。第6位、ゴールキーパー、オブラク。安定の登場で、今回ブースター付きですね。ゴールキーピングのブースターが付いています。キーピングは上4つの項目だね。GK センスからコラプシングまで。リフレクティングね、せっかくなら上がってほしい数値かな。惜しいね。ただ、他の数値めちゃ高いです。上から95、95、クリアリング90、クリアリング90いかないか、89か、コラプシング96、めちゃ高い。リフレクティングがね、惜しいよね。一応88にはなるかな。非常にレベルが高いんですが、まあ、身長が188。どうしても身長問題言われてしまうし、まあ、190が私はラインかなと思っているんです。いや、オブラクでもやれるよと思ったらね、一旦使ってみるのはありだと思う。まあ、イベントでオブラク使うみたいなことはしてもいいかもね。で、今回驚いたのが、まさかのスルーパス付きになっているオブラク。なんと。低弾道ないけど、スルーパスは持ってる。じゃあ、ボールを足元に転がしてあげて、アプリできるんかな、これ。スルーパスで出してあげてもいいかもしれないね。ただし、パス数値は絶望の数値。まあ、おまけでついた。逆に展開するときにスルーパスとかで出したら、いい軌道で蹴ってくれるかもしれんぐらいかな。でも面白い変更ではある。第5位、センターバック。ハードプレスからビルドアップに変更、キム・ミンジェ。まあ、安定した能力を持っていて、スピードもあって、フィジカルもあって、ジャンプの高さも言うことないし、190センチ。まあ、私はハードプレスのまんま来てほしかったけど、パスの安定感もあって魅力的。波も小さいだし、選手揃ってなければ、スカットに入れるチャンスありそう。スキルもしっかりと変更されて、今回ワンパなどパス系が2つついたね。もともと守備系はもう揃ってたんで言うことなかったし、ここにワンパがついただけでも非常にありがたい。しっかりと当たり枠になりそう。
第4位、ジムシティ。こちらもオーバーラップからハードプレスになったセンターバックなんですけど、まあ、身長も190センチあって、こちらはハードプレスなので、まあ、好みで私はこっちを高くしました。ディフェンスセンス、ボールダッシュ90超えてくるし、ジャンプも80は超えてきて、フィジカルは90超えに。スピード、瞬発、この辺もいいね。まあ、波こそ普通なんだけど、アタランタ今調子いいからな。ジムシティもね、ライブアップデート乗る可能性はあると思うから、結構期待できると思って。ちなみにスキルもこちら、ヘッダーインターセプトなどが追加されて、もともと完成度高かったスキルにしっかりとインターセプトついたので、もう言うことないスキルが揃いました。登場回数とか込みにも考えて、こちらの方が順位上になりました。トップ3、まず第3位はラファエル・レオン。残念なことに今回チャンメにされましたね。左のミッドフィルダー登録。まあ、センターフォワード空いてるんで、まあ、チャンメ嫌なら、センターフォワード無印ももちろん叶うんですが、できたらもうちょっと、2列目のままとかが嬉しかったかな。しっかりスピードあり、フィジカルあり。やっぱフィジカルの特徴はしっかりと持ってるし、ドリブル精度めちゃくちゃ高いです。フィジカル活かしたボールキープなんかもしっかりとできそうだし、パス数値しっかり高くされてるし、決定力も80の。もうちょっとキック力伸ばさんかったかなと、期待しちゃいましたが、決定力は80、キック力は81です。まあセンターフォワードに置いた時に、キック力がもうちょっと欲しいなと思っちゃうことはあるかもしれんね。でもパスが上手いんで、うまくパスを散らしながら、決定機でしっかり外さないように丁寧に狙う。そんなところを意識すれば、まあ、レオン輝きそうではあるね。一つ、今回ヘラシコが消えて特殊ダブルダッチになりません。これはまあまあ良かったんじゃない。まあ身長高い選手は特殊じゃなくてもいいという、そんな声はよく聞きます。私もそう思います。ちなみにピンクローが追加されているんで、悪くないんですけど、センターフォワードで使うならワンタッチシュート持ってないんで、そこ注意点かな。ってなるとチャンメが発動ポジになっちゃう。そこを考慮すると順位が上がりませんでした。さあ今回トップ2なかなかいいですよ。第2位はジュール君で、クロスから3アシストを記録で、やっぱりクロスのブースター付き。バルサは安定してリーグでも調子いいし、このブースター効果はかなり乗る機会は多そうだよね。で、まあ攻撃的サイドバックになったんで、まあかなり攻撃的な訓練が完成してるんですけど、まあ守備も別に決して低くはなく、もともと高い数値をそのままに使ってるから、なかなかいい数値を持ってて、攻撃的サイドバックなんだけど、ちゃんと守備もできる。かなり攻守バランス型になってる。サイドバックをガンガン上げる方とか、5バックでサイドバック起用してる方は、組んで使うのはね、全然ありな、そんな選手だね。まあ、高さはちょっと不安残るんで、まあ、センターバックはやめた方がいいかなとは思いますが、その中でもパス数値が非常に上がっていて、90迫るような数値になってるから、ここも魅力に感じます。本当、ガンガン上げるなら組んでありだね。ガンガン上げないなら、少し前に無料配布されたあちらでいいと思います。かつ今回スキル、ワンパスルパ、ピンクロ、パス系3つ追加です。消えたところもね、一応あるんですが、まあ、アクロバティッククリアが消えてんだよね。まあ、守備陣としてはそこがちょっと惜しいかな。ガンガン上げるサイドバックとしてはワンパスルパ、ピンクロ。もうこれ以上ないスキルじゃないかな。パスも上手いし、パススキルもある。組み立て役として。いや、これはちょっと組んで気になる存在だな。さあ、今回希少性も込みで第1位はルイス・ディアスです。左ウィングからセンターフォワード、ウィングストライカーからラインブレーカーに変わりました。しっかりとした得点力、90を超える、オフェンスセンス決定力、キック力も88、スピード瞬発もありながらフィジカルも75乗せ。フランダーパスも70乗るし、足元すべて90超え。いや、これレベル高くない。逆足も高い高いで、まあ、180センチラインブレーカー。いや結構いいぞ。まあ今までやっぱサイドでねよく出てきてましたけど、真ん中の適正習慣だと空いてなかったから、いや非常にいいですね。ラインブレーカーの希少性もあり、まあここで通るしかないのかなと思うのが今回のルイス・ディアス。あ、今回ブースターはストライカーセンスですね。安定のこのパターン、まあシュートかストライカーセンス、ハットトリックしたら大体これです。でちょっと気になったのがスキルかな。追加は3つ、ループ、ワンタッチシュート、ワンパ。センターフォワードで使うならワンタッチシュート。まあ、レオン持ってなかったですけど、こっちはしっかりついてんだよね。今回ワンタッチシュート決めたんだっけ？消えたスキル、足元が結構消えてるんで、まあ、そこら辺使っていた方にとってはかわいそう。残念ですが。レベルが高くなった。まあ、欲を言えば、コンカ、ミドル。この辺がないのがちょっと惜しいけど、まあ、ラインブレーカーになったことは前、何事にも変え難いし、どうしても今のハイライトとかも、プレースタイルは変更できないからね。その辺込みで考えたら、まあ圧倒的に今回ルイス・ディアス1位かなという感じです。ということで、かなり魅力的な選手が入ってきてて、プレイスタイルの変更、ポジション変更、どちらかといえばこちらがおすすめ。リーグの方もこの後紹介するんで、ぜひチェックしてください。今回は以上です。ではまた。